平成30年12月17日、阿蘇医療センターで、大雪などで道路が凍結し、救急車やドクターヘリでも患者を緊急搬送できない場合を想定した、自衛隊のヘリコプターによる搬送訓練が行われました。この日の午後4時ごろ、高湯原分屯地から自衛隊のヘリコプターが来て、阿蘇医療センターのヘリポートで着陸・離陸の訓練を行いました。阿蘇医療センターでは、熊本地震以降、冬場道路が凍結し、さらに夜間ドクターヘリでの搬送ができない場合に備え、このように自衛隊にヘリコプターを要請し、患者を熊本市などの専門病院へ緊急搬送する協定を自衛隊と阿蘇保健所と結んでいます。もし万が一そういう状況になったとき、つまり全面凍結してこの阿蘇地区から患者さんを全く専門病院に搬出できないという状況があったときでも、最終手段として夜間自衛隊ヘリを使ってでも搬出ができるような準備をしているということです。まあ、一番は妊婦さんで、もう今にも出産しそうだけど専門病院に運ばないといけないような妊産婦がおられたときに、やっぱり夜間もう待てませんから熊本市内の病院に運ばざるを得ないという場合があるのと、まあ、もう一つは救急疾患でもう緊急に夜間でも手術をしないといけないような疾患があった場合は、やはりそういう対象になるんじゃないかなと考えています。